こんにちは、マーシーです。ご視聴ありがとうございます。本日は魚20匹入った水槽にタバコ1本入れるとどうなるかというお話なんですけれども、先に先日出した魚取り動画の一部をご覧いただければと思います。あー、なんかタバコ多いな。タバコが多い。いやー、もうちょっとタバコ捨てすぎだろう。だから多いのか。本当にタチ悪いな、これは。はい、いかがでしたでしょうか。大変多くのタバコを拾いました。じゃあ実際にタバコをポイ捨てするとどれほどの影響があるのかっていうのを自分も興味があったのと、ぜひ多くの方に知ってもらいたいなということで今回動画にさせていただいております。今画面に映っているのは僕の飼育しているペットの魚たちです。それでは20匹一体どうなるのか、これから実験をしてみたいと思いません。なぜならもうすでに結果は分かっているからです。結果はですね、この半数20匹の中の10匹は2日以内に死にます。というのも研究のデータが出ております。サンディエゴ州立大学2011年の海洋及び淡水魚に関するタバコの吸い殻とその化学成分の毒性という研究なんですけれども、こちらの研究結果によりますと、実験に用いた魚類の半数が48時間以内に死亡する濃度に達したということと、またフィルターだけ、タバコを吸った後のフィルターだけでもタバコ2本から4本分の量で半数致死濃度に達したっていう風な研究データが出ています。またドイツのベルリンで2014年タバコの吸い殻を採取し、煮干しの濃度と毒性を調べた研究によりますと、じゃあなんとたった1本のタバコの吸い殻でも1000リットルの水を生態系の影響が出るとされる濃度まで、汚染するという結果が出ております。これらがさらに、WHO の2017年の研究ですけれども、年間に4兆5000億本世界でポイ捨てなどで不用意に捨てられているというふうな推定が出ております。すごい量ですよね。というようにいかがでしたでしょうか。なんとなくポイ捨ては悪いという印象の方もいらっしゃると思いますけれども、実際の研究データを見ていかに環境生物に悪いかっていうのが分かったんではないでしょうか。もちろんこれが実際の海と研究というのはまあ違うところもあるんですけれども、まあ、100害あって一理はないということで、まあ、いいところはないかと思います。はい、ということで、まあ、概要欄に僕の魚取り動画ですとか今回僕が説明した、論文の方も貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいのと、もしですね、もし環境のためと思っていただけなれば、本動画をぜひね、拡散シェア、ツイート等もしていただけると誠に幸いでございます。はい、僕個人の意見としてはタバコを吸うのは全然問題はないんですけれども、このポイ捨てだけやめていただければと思います。それだけ魚に影響がありますので、何卒よろしくお願いします。まあ、この動画を見ている方っていうのはそういったポイ捨てしている方っていうのはまずいないとは思うんですけれども、もしね、周りにそういう方いらっしゃったら、ぜひ、こういう影響もあるんだよということをね、言いづらいと思うんですけど、まあ、よかったら、一つ頭の片隅に置いといていただければと思いますし、もし、勇気があれば、お伝えいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。では、本日以上になります。もしよろければ、チャンネル登録、高評価等もぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。よいしょ。ごめんな。撮影お疲れ様。ありがとう。